んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。ポジティブな未来を作り出すが今日のテーマです。人生はできるだけ明るい方がいいですよね。社会が同じでも、そこで明るい状況の人と暗い状況の人がいます。現在は過去に何を考えたかの積み重ねでできているんです。ですから過去にネガティブなことを多く考えたら、現在はネガティブになりますし、ポジティブなことを多く考えていたらポジティブになりますよね。ですから現在は過去の積み重ねですが、この現在もまた未来の一因になるということなんです。ですから今どんな状況であってもポジティブに考えられたらいいですね。このネガティブに考える癖というのは、これは子どもの頃に作られたものですので、これを根本的に変えるには子どもの頃に作られた脳の回路を変えなくてはいけません。ですからそれに役立つ動画をすでにアップしてありますので、そちらの方もご覧くださいね。でも今意識してできるだけポジティブに生きるということはもちろんできます。ですのでこれからそのやり方をお教えしようと思います。これから誘導するイメージは、あなたが来年2021年に桜の下でお花見をして、そして同僚と一緒にパーティーをして乾杯をするところ、そういう状況です。そしてそこへ未来の自分がやってきます。それは2030年かもしれないし、もしかすると2050年かもしれません。とても進化したあなたなんです。そのあなたが2021年のあなたをねぎらいます。いいですか。こんなシーンです。あなたはいつもの6歳のイメージではなくて、2021年、つまり今の自分とほとんど変わりのない自分をイメージしていてくださいね。では目を閉じてください。あなたは今とても美しい薄紅色の桜を見ています。桜のトンネルの中で上を見上げると、青い空の色をバックに満開の桜が視野いっぱいに広がっています。どこからか懐かしい音色の音楽が聞こえてきます。見上げるあなたの頬に肩に花びらがひらひらと落ちてきます。柔らかい風に乗って花びらはくるくると舞いながらゆっくりと落ちていきます。あなたは今同僚たちと一緒に桜を見に来ています。一緒にあの困難な時期を乗り越えた仲間です。みんな幸せそうな笑顔です。そしてこれからあなたは同僚と一緒にとても素晴らしいレストランに行きます。テーブルにはシャンパンのグラスがあります。シャンデリアの光を受けてキラキラと輝いています。同僚とあなたはグラスを持ち上げて乾杯をします。乾杯。みんなで拍手をしています。あの困難な時期を乗り越えた喜びをみんなでかみしめています。あなたはとても幸せです。そこへずっと未来のあなたから声が聞こえてきました。よく頑張ってくれたね。よく乗り越えてくれたね。
あの厳しい状況にめげず、最大限の知恵と力を発揮して、希望を忘れずに着々と乗り越えたね。時には社会状況が悪くなっていくのを見て、気持ちが落ち込みそうになっても、あなたは意識的に自分を奮い立たせて力を出し続けたね。だからこんなにも素晴らしい結果を出せた。よくやったね。それを同僚と一緒に喜べる。素晴らしいことだね。未来の自分はあなたのその底力やバイタリティをとても愛しているよ。人生は素晴らしい。だからあなたは生きることを選び取っているんだよね。その素晴らしいものを体験するためにあなたは未来に向かって進んでいる。そのおかげで未来の自分は素晴らしい体験をしているよ。あなたとあなたの人生をとても愛しているよ。ありがとう。よくやってくれたね。よく頑張ってくれた。よく乗り越えてくれた。よく勇気を出してくれた。根性も出したね。本当に素晴らしい。周りがどんなに愚痴を言っても不満を言ってもあなたはそれを聞かずにちゃんと自分で自分の心を落ち着かせて乗り越えた。この桜はあなたへの祝福だよ。本当にありがとう。未来の自分は心からあなたに感謝するよ。この素晴らしい未来を与えてくれたのはあなただよ。ありがとう。人生はこんなにも素晴らしい。それは全部あなたのおかげだよ。ありがとう。